はい、今日はですね、心電図検定にも役立つ PSVT パート2ということで、前回、水曜日にやった続きになります。はい、その続きになりますので、今日もですね、もうあれ、こんなところまで言うのっていうぐらいのところまでやっていきますので、はい、よろしくお願いします。はい、これで学び尽くせという企画でやらせていただいております。このインスタグラムのライブはですね、不定期に21時から行いますので、フォローだけはしておいてください。それからですね、明日になります。今日ね、もうこのためにやります。はい。明日ですね、5月23日、朝の6時からですね、PSVT のセミナーをやりますので、90分のセミナーです。本格的なセミナーを YouTube でやりますので、今日ですね、その一部分をですね、お見せします。はい。この学び尽くすはですね、全国セミナー講師協会の企画でやらさせていただいております。で、今日最後にですね、ゲスト参加があります。もう、急上昇中のですね、TikToker ですよ、今日来られるのは。はい。もうね、楽しみにしておいてください。あなたの味方になってくれます。はい。じゃあ最後までね、見ておいてください。はい、それでは、明日です。学び尽くすは PSVT、発作性上質性頻拍ですね。発作性上質頻拍か。YouTube のセミナーをやります。みんながね寝てる間6時からやりますので、朝一でですねこの PSVT を学んでください。はい、今日はですねこの見られてる方どういう方に見てほしいかというとですね、頻脈に強くなりたい人、例えば頻脈をですねこうこれ大丈夫なのかなって誰かに聞いてもですね明確な答え返ってこないですよね。はい、余計不安にならないですかね、これ大丈夫なのこのままでって思う方いらっしゃるじゃないですか。そういう方ぜひ見てください。それからですねこの心電図に余裕を持って働きましょうということで、まあ、この余裕を持ちたい人ですね、まあ、アラームが鳴るたびにビクビクするんじゃなくてですね、余裕を持ちたい人はですねこの、学び尽くせで学んでください。はい、今日やるのはこれです。 PSVT 発作性上質心拍ということで、はい、PSVT を今からやっていきます。でこのセミナーはですね今日これですね、モニター心電図を読めるようになるセミナーというのを前回というかその大前にやりました。それをですね受けられて、谷口投手のセミナーを一度でも受けられている方を対象としておりますので、不整脈がですねある程度わかるよと言われる方を対象としております。もしですねまだ谷口投手のセミナー一度も受けたことないと言われる方はですね、こちら書籍がありますのでこちらをですね手に取ってください。はい、それでは PSVT 入っていきますけども、前回の続きからやっていきます。前回の続き、まだね前回見られてない方もいらっしゃると思うので、今ですね前回やった、セミナーもですね YouTube に置いておりますので、そちらで見ることができます。明日まで見ることができますので、ぜひですねこれが終わったら見ておいてください。はい、PSVT ね、こういう定義じゃないです、特徴がありますということですね。特徴だいたいねハートレートが160から250ですとか、あと RR 間隔が規則正しいですとか、あとは QRS の幅は狭いですよとかっていう大体の目安はあるんです。でもですねよく見てください、ね、160から250って100ぐらい差があるわけですよ。なんでこんな差があるんですかってことですね。 PSVT って一体何なんですかってことなんですよ。ここねいろんなここ勘違いされてる方多いんですけども、 PSVT っていう不整脈はないですからね。不整脈じゃないです PSVT は。PSVT はですね、総称です。発作性の上質性の頻脈、これのですね、いろんな不整脈があるわけです。それの総称が PSVT というわけですから、だからあれだけ幅が広く取ってあるわけですよ。その不整脈によってですね、どのぐらいの、ハートレートになるかっていうのは分からないわけじゃないですか。だからああいう幅広く取ってある。なので PSVT っていう定義はありません。特徴しかありません。でいろんな、不整脈がこうね、合わせてそれを PSVT と呼びましょうと言ってるだけです。なので不整脈はない。 PSVT という不整脈はありません。はい、じゃあ PSVT 何種類でした、何種類ありますかということですね。前回もこれはお聞きしました。前回もね2って言われる方もいらっしゃったし、3って言われる方もいらっしゃったし、4って言われる方もいらっしゃったんですよ。2、3、4のどれかですよってことなんですけども、はい、 PSVT はですね昔4種類って言われてました。でも今はですね、このAT と SNRT、まあここちょっとあんまり詳しくは説明しませんけども、同結節に近いところですね。そこから、同結節に近いところから出るもの。これをですね、まあ、AT と呼びましょうと。で、この2つがですね、定義がちょっと曖昧だよということで、今は1つになってます。はい、それからですね、AVNRT 聞かれたことあるんじゃないでしょうか。もうこれ聞くだけでですね、えってなるわけじゃないですか。なんかね、AVNRT って一体何って、その下でね、AVRT 似てるんですよ。似てるのが出てくるんですよ。だからね、ごちゃごちゃになってくると思うんですけども、これをですね、分解していきます。どうやって分解するか、数字で分解するんですね。まず、3種類しかありませんということです。PSVT は3種類しかないんです。はい、いきますよ。
はい、じゃあ出る頻度はって言ったらもうこれですよ、はい、AT っていうのはですね、ほぼ出ません、臨床でほぼ出てきません。出てくるのは AVNRT と AVRT です。これがですね 90% 占めるわけですね。なので PSVT って聞かれたら、言われたらね、頭に浮かべるのは AVNRT か AVRT、 この2つがですね頭に浮かべばそれで OK です。はい、臨床ではもうこの2つで OK です。 90% がもうここなんです。はい、じゃあここをですねこれから分解していきましょうということですね。で、分解しようとして日本語にしたんですけども、日本語も長いしね、似てるんですよ、またこれも。でもよく見てください、 AVNRT、 AVRT ね、なんか似てるんだけど、ここ一緒ですよね。リエントリー性頻拍って書いてあります。リエントリー性頻拍、その前はね、房室結節か房室か、これで分かれているということなんですね。じゃあリエントリーって何ですかっていうことなんですよ。リエントリー、今度はリエントリーって何ですか。はい、リエントリーっていうのは簡単に言ってしまえば、そこに異常な回路がありますよっていうことなんです。はい、またその回路で戻ってきますね、刺激を出したところからまたね、別な回路を通って戻ってきます。リエントリーです。また再度戻ってくるということですね。はい、今ですねこの図、はい、これからですねこの図で示していきますけども、今までは数字でこう分解してきたわけですね。これから図で分解していくんですけども、この図誰が書いたか、これはですね医療系クリエイター酒井君が書いておりますので、これで、まあ、ノートとツイッターもやられてますので、医療系クリエイター酒井と調べていただければ出てくると思います。今度ですね、先ほどねメッセージしてくれてたんで、ね、先ほどメッセージしてくれたんで、今度ですねインスタライブにも出てもらおうかなと思っております。はい、じゃあ今度は絵で分解していきますよ、ね、PSVT と言ったらですね AVNRT か AVRT、 この2つがですね頭に浮かべばいい。ではまずはですね AVNRT、 これも前回の続きになりますのでパパッといきます。はい、房室結節リエントリー性頻拍ということですね。房室結節リエントリー性頻拍ということで、房室結節ってどこですか、ね、刺激伝導系がこうあって、房室結節はどこになるかというと、ここですよね、心房と心室の間にあるところ、ここが房室結節ですよね。はい、ここのリエントリー、ここでぐるぐる回るよって言ってるわけです。房室結節性のリエントリーってことは、そこでぐるぐる回って頻拍が起こりますよということを言ってます。はい、あ、かわいい、待機しております。はい、待機しててくださいね。はい、ここでこうね、ここで回路ができてですね、ここでぐる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 回る、これが房室結節性リエントリー、房室結節リエントリー性頻拍です。はい、でここですねぐるぐる回るとですね、どうなるかというと、一回出た刺激がまたぐるんと回ってまた来る、来た時にはまた刺激を出してしまうので、ぐるんと回ってまた刺激を出す、ぐるんと回って刺激を出すということで、ね、普通のところから一気に回路が走ってバババババババッと出てしまうと、これが、ここが原因で起こってますよ。房室結節性リエントリーというのは房室結節が原因で起こっている頻拍ですよというので、房室結節リエントリー性頻拍ということになってます。じゃあここなんでこれが起こるのか、なぜ起こるんですかっていうのがですね、この図になってくるわけなんですけども、ここはですね明日詳しく説明します。今日これやってるとですね、あとちょっとまた時間が足らないので、ここまたミクロな世界に入っていきます。だから一度ですね PSVT をバラバラに分解して、そしてミクロの世界を見て、それから再構築していくと、それでですねすごく分かりやすくなりますので、じゃあ簡単に言うとどういうことかっていうと、ここ房室結節の中なんですよ。実は回路が2つあります。はい、そこの回路なんていうかと、スローパスウェイ、ファーストパスウェイ、つまり早く電動を流す方とゆっくり流しますよっていう方、この2つに分かれてるわけですね。じゃあここで何が起きますかっていうとですね、スローパスウェイを通ってファーストパスウェイを通って、ここでですねぐるぐる回ってしまう、これタイミングが合ってしまうとですねぐるぐる回ってしまうんですよ。そうするとこういうことですね。はい、こうやってバババババッと刺激が下に流れていってしまうということで、これですねなぜこうなるのかっていうのは明日説明します。はい、でこれを知るためにはですね、実はこの不応期リファクトリーですね、不応期をですねちょっと知っていただく必要があるんです。でまた不応期ってなると、またなんか頭がごちゃごちゃしてきそうなんですけども、これね簡単にわかりますから、もう5分でわかります。はい、これも明日説明します。これが分かることによって、先ほどのぐるぐる回ること、なんでぐるぐる回るんですかというのが分かるんですね。それで頻脈に強くなっていくと
ということです。はい、これ明日説明します。PSVT ですね。発作性常時性頻拍のですね、セミナーを行います。YouTube で行います。明日6時から90分。PSVT 祭りです。明日の朝 PSVT 祭り90分のセミナー。PSVT だけでありますか？ないですよね。それを明日やっていきます。一度 PSVT をバラバラに分解して再構築していくことによって頭の中で理解していくというようなセミナーになります。はい、ここまではですね、前回の続きなんですよ。ここまでは。ここからですよ。今回は。ここから。ね、AVNRT は防湿結節で、ね、防湿結節で原因があるんですよ。そこでぐるぐる回ってますよ。次ですよ。AVRT です。AVRT。一体何なのかっていうと、防湿リエントリー性頻拍です。うん、またね、似てるし、なんかようわからんね、となってくるんですけども、これもですね、絵で分解していきます。はい。じゃあ、防湿リエントリー性頻拍。一体どこで回ってますか？ちょっとこの図をですね、頭の中に思い描きながら、ちょっと考えておいてください。初めての方もいらっしゃると思いますので、自己紹介させていただきます。谷口壮志、1974年、12月生まれです。でですね、今ですね、一般社団法人全国セミナー講師協会というものを立ち上げまして、セミナー講師育成アカデミーというものを行っております。さらにですね、まあ、この朝やっているこの学び尽くせるシリーズの YouTube のセミナーですね、先ほど明日もやりますよって言ったあのセミナーなんですけども、今回が8回目になります。そしてですね、もう6回目までが書籍化が決定しております。で、もう2冊出版されました。で、3冊目が2週間後、4冊目がまた2週間後というふうに出版されていくということで、現在ですね、著者としても活動しています。で、今までですね、ずっと書籍も出してきてまして、全てがですね、ベストセラーランキング1位を取らせていただいております。で、先ほどですね、セミナー講師育成アカデミーをやっているというふうに言ったんですけども、そもそもなぜこのような活動を始めたかなんですけども、まあ、心電図が全く読めませんでした。それがですね、谷口壮志のこの原動力になっている、そこで悔しい思いをした、辛い思いをしたということで、こういう思いをする人をですね、まあ、減らしていきたいということでこのような活動を始めました。で、一人でも多くの方に心電図を読むを具現化させるということがですね、谷口壮志の目標で、それがですね、理念となって今これを心に刻んでですね、活動をしているところです。はい。で、こうやってやっていくとですね、まあ、セミナーもやってきました。今日ね、海外でもセミナーやりました。オーストラリアでもやりました。で、そうやってやっていくうちにですね、セミナー講師っていうのはですね、何かを教えると、そういう職業ではないということに気づきました。どういう職業かというとですね、受講者さんの人生を好転させる。それができなければ、セミナー講師としてこうやって前に立つ。もうここまで考えてやらなければいけないんじゃないかなというふうに思っております。なので、こういう志のですね、セミナー講師をたくさん輩出しようということで、セミナー講師育成を今行っているところです。はい、人生を好転させる、このね、インスタライブを見られているあなたもですね、あなたにとってもこの人生が好転できるような、というふうに思って、こうやって、立たせて、こうやってね、講義をしておりますので、ぜひですね、フォローだけはしておいてください。はい、明日ですね、この PSVT のことをですね、バラバラに分解して、再構築して、頭の中にポーンと入れましょう。はい、朝6時から YouTube で行っております。はい。でね、申し込みまだできます。オンラインですのでまだできます。明日のですね、5時50分までできます。はい、5時50分までできます。で、オンライン、申し込みされますと、もう、電話番号登録していただかなきゃいけないんですけども、電話番号にポンと、もう、YouTube の、URL をお送りします。なので、受講できないことはありません。煩わしいこともありません。もう、ワンタップでそこに入っていけると。ワンタップでこの世界になって、もうスマホでも受講できると、パソコンでもスマホでもタブレットでも受講できますので、ぜひですね、明日 YouTube 学んでみてください。はい、この、ね、インスタフォローよろしくお願いしますということで、はい、いきますよ。 AVRT 防湿リエントリー性頻拍ということで今からやらせていただきます。 AVRT 一体何なのかなんですけども、はい、心臓ですね、こうやって、まあ、絵をよく見られてると思うんですけども、ここからですよ。ここからほぼ教科書にあまり載ってないと思うんですよ。ここを知らなければですね、意味がわからないんですよ、実は。はい、いきますよ。実は心臓っていうのはですね、心臓っていうのは、ここにですね、絶縁体の板が入ってると思ってください。上から下へは電気を通しません、刺激を通しませんよっていう、ここに板が入ってるんですよ、実は。なので、通す場所はどこですか？それが刺激伝導系ですね。ここ、防湿結節、防と湿の間にあるのは防湿結節ですよね。ここだけが、ここにトンネルの穴が開いてるわけですよ。穴が開いてて、ここから電気を通してるわけです。はい。上と下は、上からの刺激は通しませんってここにあります。で、この防湿結節だけのところに穴が開いてて、そのトンネルの穴を通って、寝室の方へ刺激を送っているということですね。
なのでここでですね、心房と心室が一気に収縮しないように時間稼ぎをしているわけですね。房室結節は時間稼ぎをしています。なので上から下へは通らない、これが前提ですね。これが前提です。じゃあですよ、この絶縁体が壊れてたらどうしますか、どうなりますかってことなんです。はい、あり得るんですこれが。はい、例えばここが壊れてる、ここが壊れてたらどうなりますか。はい、ここが壊れてたら上から下には通しませんってなってたんですけども、上から下へここを伝って通ってしまうわけですね。ね、そうなりますよね。この絶縁体が壊れてるということですね。はい、こうやって壊れたここにですね、刺激が通る場所、道ができるということ、これをですね、何と呼ぶか、これをケトン束と呼びます。これ聞かれたことあるんじゃないでしょうか。ね、これケトン束聞かれたことあると思います。あ、なんだそういうことかってことです。となると話は早いですよね。これが分かるとどうなりますか。房結節から刺激が出て、刺激がバーッと広がります。ね、でここで心房と心室を同時に収縮させないように、ここで時間稼ぎをして流しているわけですね。そうですよね。時間稼ぎをしてそこから下に一気に流すんですけども、刺激がバーって広がった時にケトン束がここにこう絶縁体が壊れてるんですよ。だからここを通ってしまうんですね。となるとここは時間稼ぎするので一気に通ります。となるとどうなるかですよね。はい、もしくはですよ、もしくは房室結節から通ります、通ります、ここからぐるんと回ってこっち側に通ることもあるわけですね。そうですよね。ここから行ったものがぐるんと回ってここね、ここから心房、ここは本当は止まらなきゃいけないのに、このまま心房のに行くね、心房に行ったら心房はまたびっくりして収縮始めるわけ、収縮始めたらこっち行ってぐる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 回るのが、これが AVRT です。房室リエントリー性頻拍ということですね。ここでぐるぐる回るわけじゃないですかね。そうなりますよね。はい、となるとですよ、ここでぐる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 回ってしまうので、房室結節リエントリー性頻拍を、例えば普通だったらこのくらいの心拍だったのに、ここでですね、まあある刺激、例えば PAC としましょう。 PAC がポンって入った時に、なんだろうな、その流れが変わるわけですよね。 PAC がポンと入ってタイミングがずれるわけです。ずれるとですね、このスイッチが入ってしまう可能性があるわけです。となるとここでバババババッと走ってしまう、これが AVRT、 ここ全体で回りますよってことです。 AVNRT はここだけで回りますよ、 AVRT はこの全体で回りますよっていう違いがあります。はい、このようになっているということですね。はい、で今言ったのはですね、まあ、こうやって回りますよって言ったんですけども、実はですね、これには今言ったのは順方向に回る、順方向と、あとは逆方向、反対側に回るのもあるということですね。はい、この逆方向だって、ここがね、絶縁体のケトン体というのももうできているわけです、道が。なのでどっちに回るかはそのタイミングによって決まるということですね。はい、つまり逆方向もあり得るんだよと。逆方向一体どういうことかというと、こういう流れですよね。はい、こういう流れで流れると、上から来た刺激がこのケトン体を通って刺激が広がって下に流れてしまう、ここでぐる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 回ってしまうと。だから逆行性に回るから逆方向ですね。はい、逆方向に回ってしまう。実はこの流れ、この流れがですね、別に、ま、もう一つ名前がついてるんですよ。もう一つ名前がついてます。一体どういう名前がついてるか、これがあの噂の WPW ですね。はい、ダブダブがここで発生するということです。 WPW 症候群と聞かれたことあると思いますね。これもうちょっと知りたくないですか。はい、これですね、明日ここでやりましょうね。明日、YouTube で PSVT セミナーをやります。でもですね、安心してください、このインスタでこのままやっていきますから、 WPW まで見たいですよね。はい、今日はこのままやっていこうと思います。なので、あのいいねとかウェーブとかしていただけると大変嬉しいです。ハートもお待ちしております。はい、今から WPW もねやっていきますので、明日のセミナーをちょっと見せます。はい、で、やっていきますので、ちょっとですね、 ありがとうございます、いいねいただいてます、ハートもいただいてますね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます、嬉しいですね。いや、これね、やっぱ一人でやってるとね、ちょっと寂しいんですよ。今日ね、ゲスト参加があるからちょっとワクワクしてるんですけども、寂しいので、実はいっぱい、あ、ハートもいっぱいいただいてありがとうございます。はいはい、それではやっていきますよ。
はい、少しだけ、ご案内させてください。神殿コミュニティの、案内です。神殿コミュニティというのを今立ち上げてやっております。ここではですね、いろんな相談を受けることができます。受けております。はい、で、相談をですね、臨床からの相談困った時にポンとここにですね、LINE グループやっておりますので、LINE でポンと投げてください。投げるとですね、このメンバーさんもですね、自分たちの経験からこうやって答えてくださいます。時にはですね、資料までつけてですね、答えてくださいます。すごくいいコミュニティになっております。でですね、谷口総司もですね、お一人お一人に動画で返信をいたしております。それがですね、まあ、こういう形で動画で返信をしてますよということです。で、これがですね、まあ、今ですね、もう80本ぐらい動画で、相談を80本ぐらいもらってますので、もう全部動画で返してますので、80本ぐらい今で、ね、動画が溜まってると。なのでですね、一度、ここに1回入られますと、もう80本がそのまま手に入ります。このノートという機能がありますので、ここに全部並んでおります。はい、なので興味があるところから見ていただければいいですので、もう入った瞬間にこの80本が手に入るということですね。で、今まではですね、ずっと学びで来られたと思います。でもですね、これからはですね、このコミュニティはですね、いろんな方の臨床からの相談、そしていろんな方の経験がシェアされていきますので、学びから経験に変わる、そんなコミュニティになっております。なので地に足をつけた本当にしっかりとしたコミュニティが出来上がっておって、本当にいいチームになったなというふうに思っておりますので、ぜひですね、こちらにですね、参加していただければなと思います。現在ですね、医療系ナンバーワンです。はい、111名のコミュニティになっておりますので、ぜひあなたもですね、このメンバーの、仲間入りをしていただければなと思います。200いきましょう。200、はい。で、明日です。明日 YouTube セミナーを行います。 PSVT ね、もしですね、頻脈に困ってるのであれば、ぜひですね、これを受けてですね、頻脈に強くなってください。そして心電図に余裕を持ってね、働けるようになってくださいということで、今も申し込みされますと、すぐですね、電話番号の SMS の方にもうチケットが送られます。瞬時に送られます。そしてそこに YouTube のリンクがありますので、タップすればもう入れます。なので、タップしたらですね、すぐに受講ができるような状態ですので、難しくありませんので、はい、もう必ずスマホの携帯に届きます。そこに届きますので、それをタップしていただくだけということになります。はい、ここからが限定公開になりますけども、今日覚えてますか？ゲスト出演があると言ってましたね。ゲスト出演は今日はですね、この方すごいですよ。 TikTok でですね、なんと今4000人ぐらい、初めて1ヶ月ぐらいじゃないですかね。もうすごい大人気の TikToker です。しかもですね、看護師さんで、その若い看護師さんと学生さんとかをこう、ね、支援するとか、そういうところの、まあ、心の、ね、頼りになるようなことを発信されてますので、ぜひですね、これを見ておいてください。で、この方とはですね、オーストラリアセミナーで知り合いました。今からお呼びします。はい、ちょっと見ててくださいね。お疲れ様です。ちょっと待ってください、ね、今日ですね、紹介したい人がいます。その方はこちらです。神殿図といえばもうこの人、谷口総司さんです。谷口さんはですね、神殿図のこれね、TikTok で僕のことを紹介してくださってたんですよ。去年今お呼びしましたので、来られると思います。はい、来たお疲れ様です。こんばんは。来たこんばんは。でもね、初めての方もいらっしゃると思うので、自己紹介していただいていいですか？はい、河合美里です。看護師6年目の、訪問看護師としては3年目で、TikTok で、新人さんとか若い看護師さんとか、看護学生さんを応援したくて、TikTok を始めて、どうだろう、2、3週間とかで。え、まだそんなもん？はい。もう多分、初めて1週間ぐらいで3000人超えたんですよ。やばいよね。そう、だからまだ1ヶ月経ってないぐらいで4000人の方に見ていただいて、はい、大変ありがたく思っております。いや、すごいよ、すごい。今ね、本当もう俺もちょっと虜になっちゃって、結構ね、追っかけてるもんね。みんな何やってんのみたいな。恥ずかしい。でさ、最近 YouTube も始めたでしょ？そう、 YouTube 始めて、まだ2本しか動画上げてないんですけど。おー、びっくりしたよ。あれ、YouTube もやってるみたいな。そう、なんか TikTok だと1分間しか時間がないから、その1分間だけで話せないことは YouTube で全部やっていこうかなと思ってます。なるほどね。まあね、はい、最初TikTok やってた時にめっちゃ面白かったね。なんか、その看護師あるあるみたいなのをこう出して。はい、面白いやつ。
そう、でもなんか看護師あるある出すと、やっぱ看護師あるあるネタってすごい再生回数の伸びるんですけど、実際私の伝えたいところってそこじゃなくて、だから、悩んでる人たちがこう視野をね、こう広げられるような発信をしたくて、でもやっぱり再生回数がコントとかやると伸びるんで、それでまずね、周知してもらおうと思ってるんですけど、みんなそればっかり見てくれちゃうから あ、どうしようかな、みたいな。でもいいじゃん。ね、それで見てくれる人がいてさ、もうそれだけ爆伸びしてさ、もうすごいそうですね。ね。ありがたいんですよね。ありがたいんですけど、結構そればっかりみんな 見てくれてコメントしてくれるけど まあ、ありがたいんですけどね。私はそこメインじゃないよ、みたいな。だってさ、なんか、オーストラリアで初めて会ったじゃん。会った時にさ、ほとんど喋らなかったじゃん。なんか、もうちょっとコミュ障的な、ね、人見知り、かなりひどい人見知りだよね。コミュ障、めっちゃ人見知りなんで、めっちゃ人見知りで、心を開くまですごい時間かかるから。ね、全然俺に開かなかったもんね、途中までいや、そんね。なことない、そんなことない。いや、あ私、と？谷口さんにはかなり早い段階で開いてる方ですよ、これ。ああ、そうなの？全然開かないですから、私、心。それが何？TikTok と YouTube で一個ドーンって来たから、もうびっくりして、何が起こったと思って。オーストラリアで看護師やってる直子さん、高橋直子さんの旦那さんが、私、直子さんのお家に泊めてもらって、旦那さんともお話ししたんですけど、私、本当にほぼ喋んなかったから、TikTok とか見せたときに、この子頭おかしいんじゃないかって思われてたみたい、直子さんの旦那さんに。あれ結構ね、ギャップがあったもんね。全然心開かない割には、なんかすげえことやってんな、みたいな。いや、本当、本当。いや、これね、ちょっとみんなにも見てもらいたいし、ほら、やっぱりちょっとね、心をこう崩していかれる方も多いので、そういう方のこうなんかね、励みになるような、そうですこね。う、結構悩んでる若い看護師さんだったりとか、看護学生さんが多いんだなっていうのをすごい TikTok を通して分かったので、私のこの発信で、少しでも心が軽くなってくれたらいいなと思って、投稿します。素晴らしい。だからここに、これ TikTok でしょ？だからインスタもやられてるんで、インスタフォローしていただいて、この TikTok ね、この下にある TikTok 見てもらえれば、めちゃめちゃ面白いと。これを見られてるあなたもぜひこの TikTok 見てみてくださよかったら見てい。くださ。僕もちょっと見てますので。ファンとして見てますので。ありがとうございます。また、名古屋行った時には、食事行きましょぜひぜひ、う。コロナが早く終わることを祈って。そうだね。こんな感じで、ありがとうございました。ありがとうございます。またね、後で、河合さんの、案内をさせていただきますので、ぜひ最後まで見ておいてください。じゃあ、大丈夫かな？ありがじゃあ、あとう。りがとうございました。河合さん、また後でね、インスタもやられてますので、後でまた案内をさせていただきます。じゃあ、続きいきましょうか。ここからは限定公開ということで、明日までしか見れません、この動画は。今日必ず見ておいてくださいね。ここから先、これですね、AVRT の逆方向が、実は、WPW 症候群と言われている不整脈になるんだよというお話をこれからさせていただきます。ね、逆方向どういうことかというと、まあ、腱不足というものがありますね。腱不足というものがありますので、
そこを逆方向というのは、この刺激伝導系を逆を通るというんです。この剣と足のことではありません、逆方向というのは。この刺激伝導系は上から下へ通っていくんですけども、それを逆方向に通るのが、この逆方向と言われるものです。はい。じゃあどうなるかというとですね、逆方向にこっちからね、こう来るわけですよ。来るっていうより、こうぐる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 回ってるんですけども、このようにぐる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 回ってるんですけども、逆方向に来ます。逆方向に来ると、この刺激圧、心房にバーッと伝わりますよね。心房に伝わって、心房は、ね、こう収縮を始めるわけですね。こちら側から刺激が行ってしまうので。収縮すると、その収縮したその伝播、刺激の伝播がここに伝わって、ここからまた下に回って、ぐる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 ここで回ってしまうということなんですね。じゃあですよ、ここからです。ここからが問題なんですけども、はい。これ、明日のですね、本当の問題を持ってきております。明日の問題です。これ、問題中でこれがあります。AVRT 逆方向の刺激、心電波形を描いてくださいという問題です。明日何をやるかというと、数字で分解して、そして図で分解して、この描くことによって、さらにですね、構築をしていくというようなセミナーになります。はい。例えば、ここで PAC がポーンと出ました。PAC がポーンと出たくなってですね、ポコンと出るわけですね。刺激がポコンと出ます。ね、PAC が入ってるんで。でも PAC が入ることによって、ここから PAC がポンと入ったことによって、まあ、どこでもいいですよ。ポンと入ったことによって、刺激がそこからブワーッと繋がりますよね。バーッと広がっていきます。